3ヶ月ぐらい経ってますけど、はい、何回か剃ったりしてますか？いやいや、ゼロです。1回も剃ってないです。3ヶ月1回も剃らずに今日を迎えました。またもや、はい、元全日本タイムトライアルチャンピオン中村龍太郎27歳。毎週剃るっていうこともできなくはないんですけど、もうやる必要がないぐらいもうないので。自身の毛残さに悩む彼がたどり着いた場所は、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。3回目が終わった時とこの間の4回目が終わった時の差がすごく大きくて、今回3ヶ月っていうだいぶ長い期間を置いたんですけど、まあ確かにもう全くなくなっているわけじゃなくて、一本一本がものすごい長くはなってるんですけど、そこが長くなったことによって、こうなんか生えてない部分がすごい強調されて、すごく薄くなったな、毛の量が減ったなっていうのはすごく感じてます。その最初の自分が思っていたのをもうちょっと痛くないっていう思ってたんで、ちょっと痛かったっていうのはあるんですけど、そこからこう徐々に徐々に回数を追うごとにこう痛くなくなっていって、実生活を送っててもその毛がなくなっていくっていうのをすごい実感してますし、まあその剃らなくて良くなったっていうストレスが軽減されたっていうのは非常にやって良かったなと思いますね。施術を終え、現在の心境を伺うことに。全く痛くなかったですね。ご存知のようにちょっと寝てしまいまして、痛みを感じない、まあ、全く感じないことはないんですけど、むしろ心地よいぐらいの感覚で、こう眠りいざなうと言いますか、まあちょうど時間的にも寝ていたら脱毛が終わってしまったという、非常に申し訳ないですけど、その足をこう動かしてくださいって言われるたびにこうわーっと起きて、すいませんすいませんって言ってやったんですけども、全然痛くなかったですね。いや、もちろん満足いく結果になってますけど、まあその回数を追うごとにこう自分の中でもどんどんこう剃る回数が減っていくだとか、毛の量が目に見えて減っていくっていうのが分かったので、もう徐々に徐々に満足、まあ、この5回目でおそらくもうほとんどなくなるような状態なので、まあ、ちょっとどういう風に毛が生えてくるかっていうのが今からちょっと楽しみですね。はい。